どうもヤナッペです。今回は NSR80 につけてるキャブレター PWK28 をデュアルスタックファンネルを手に入れたので、それのインプレーをしていきます。ヒーちゃん、ちょっと静かにしてね。あー、うるさいね。今回購入品の説明欄にはこう記載されています。デュアル構造の内側にロングファンネルを追加し、低負圧でも流速を稼ぎ、低速からでも効率的にトルクを得る目的で製作しました。同じ吸気エネルギーでもファンネルの形状により流速は 1.5 倍以上の差が出ています。 PWK は街乗りだと少々扱いにくいと思いますが、テスト走行では低回転低回路から快適に走行することができましたとのことです。それでは実際にね、どのような変化あったのかご覧ください。ニコニコヒーたん、これ何？バイチュバイチュバイチュ、これバイチュ、ババチババチバチュタリタバチュタリタリタバチュバイチュバイチュ。あー、かわいいでちゅね。これはかわいいでちゅね。はい、今近くのファンネルから今回購入したファンネルに交換しました。で、エンジンが温まった状態でエアスクリューの調整してみたんですけれど、戻し回転数は変化ありませんでした。 PWK28、 まあ私の場合2級ですけど、本当にね、些細なことで延長狂いやすいんですよ。なのでファンネル、ファンネル交換しただけでもね、セッティングに影響出るのかなーって思ってたんですけど、アイドリング付近は特にね、影響ないみたいです。まあ、吹き上がりもアイドリングの回転数も特に変化ありません。はい、それではまずね、発進から見ていきましょう。簡単にフロントが浮きますね。あれ？なんかね、トルクがアップしたような感じがしますね。こんなに違う。私ね、レブラから横田のチャンバーに交換したんですけど、横田のチャンバーね、結構下スカスカなんで、発進がしにくかったんですよ。でもね、今すごくね、発進しやすかったですね。明らかに、ファンネル交換前とは違いますね。これはっきりわかるぐらいに違います。はい。セッティングが出ない。どうしよう。わけわかんねえわ。あの後、丸一日ね、原付ツーリングあったんで、走ってきたんですよ。で、そのツーリングの最中、中高街道域がやたら濃い状態だったので、帰ってきてからメインジェットをワンランク下げたんですよ。で、今日ね、ちょっと様子見ようと思って、100キロほど走ってきたんですけど、薄いんですよね。全体的にかなり薄くなっちゃってます。なんでかな。メインジェットをワンランク下げたぐらいの薄さじゃないんですよ。本当に強烈に薄い。マジでわけわかんねえわ。このファンネルね、セッティング出ないかもしれないっすね。なんだろう。
それと、もう一つね、すっごい不可解な現象が起こってるんですけど、さっきね、アイドリング付近は特にね、変化なかったって話したじゃないですか。ただね、もう少し出だしのトルク感が欲しいなぁと思って、スロージェットをワンランク上げたんですよ。でね、スロージェット上げると、エアスクリューの領域も濃くなっちゃうんで、普通はエアスクリューの戻し回転数を増やして、空気の量を多くして調整してあげるのが定番なんですよ。ところが、エアスクリューの戻し回転数が変わらないんですね。だからもうすでに空気の量が十分足りてる状態なんですよ。でも今までね、私、何十回とキャブセッティングしてきたんですけども、そんなことなかったんですよ。スロー変えて、エアスクリューの戻し回転数が変わらないなんてことね、今まで一度もなかったんですよ。本当にね、わけわかんねえ、マジで。とりあえず、まあ明らかに薄いんで、ちょっともう一度ね、濃いめにしてみようかなと思います。あ、そういうことか。あ、はいはいはい。わかりました。このバンドね、全く決まってなかったですが。決まった。ああ、マジか。だからか。ああ、虹エア吸ってたみたいですね。いや、でも、よく100キロもこの状態で走りましたね。道中、私、結構ね、全開走行してたんですけど、ねー、マジで焼き付かなくてよかった。いやー、それにしても、全く締めてなくても、走るんですね。まあ、薄い症状はね、明らかに薄い症状は出てたんですけど、これ私、今ね、レーシングプラグ入れてるから、溶けなかったですけど、もしかしたらね、普通のプラグだったら、電極溶けてたかもしれないっすね。よかった。ちょっととりあえず、締め直して、もう一度、様子見てこようと思います。はい、今ね、しばらく走ってきたんですけど、めっちゃ調子いいっすね。当たり前か。やっちまったわ。もう完全にね、YouTube で整備動画上げられるレベルじゃないってことがね、露呈しちゃいました。はい、というわけでね、肝心のハンドルのインプレなんですけど、まあ、はっきり言って、私レベルじゃね、わかんなかったですね。まあ、良くなったのか悪くなったのか、ちょっとね、変化ってのが感じられませんでした。ハンドルのね、説明文には、低中回転で安定するという検証結果が得られたっていう記載があったんですけど、これもね、まあ、確かに、アイドリングがね、不安定だったの結構悩まされてたんですけど、まあ、いくらね、スローとか、アイドルスクリューじゃなかった、エアスクリューか、調整しても、安定、しなかったんですよ。まあそれが結構ね安定するようになったっていうのは感じました。まあそれだけでもね私にとっては結構プラスですね。で中回転高回転なんですけど、まあ先ほどねお話ししたようにやっぱり濃い症状が出ちゃってたので、まあ、逆に言えばあんまりね空気吸わなくなったのかなともね思うんですよ。で、まあ、前つけてたファンネルと比べてじゃあ高回転域の伸びが良くなったかとか悪くなったかっていうのもいまいちね、はっきりとした変化は感じられませんでした。まあ、ちょっとインプレとしてはねかなり残念な結果になっちゃいましたけど、まあ今回ねインシュレーターのバンドあれ締めなくても
そこそこ走れちゃうっていうことが分かっただけでもね、いい検証になったんじゃないでしょうか。本当ね、皆さん気をつけてくださいね。本当ね、明らかに薄いっていう症状が出てたので、下手したらね、マジで焼き付いてたかもしれません。もう100キロ走れたことがね、しかも全開でね奇跡だと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。